おやじ。なんだ、トール。あ、いや、あのさ、前からずっと言いたかったんだけど、なんで急に見た目変わってんの？なんで息子の僕より若い見た目してんの？ふざけんじゃねえよ。ああ、これはな、ヒアルロン酸を100本打ってんだ。あ、いや、神がヒアルロン酸打ってんじゃねえよ。今日はね、本当の親父の姿を取り戻すために彼を呼んできたんだ。はは、や、僕エンデが。おい、これはどういう状況だ。はは、時を変える恐ろしさ、味わってもらおう。うわあ、やりすぎちゃった。お疲れ様です、マフィーです。今回は久々にオーディンを使います。こいつ覚えてますか？オーディンです、オーディン。うん、オセロニアがリリースされて3ヶ月ぐらいかな、確か2016年の5月ぐらいに実装されたコマなんですけど、なんとね、はい、こちら性能見てください。このスキルとコンボスキル、うん、まあ S コマの中ではね弱いんですよ。一番弱いと言える部分はやはりリーダーにしないと発動できない。この性能でリーダーにしないと発動できない。そう、リーダーコマなんですよ。こんなコマ使う人今までいないでしょって、絶対にいないはず。だからこそ私がね立ち上がった。ここでアスガルド全面戦争を宣言します。はい、アスガルドということで、北欧神をね集めてきました。これ S ゴマ全員ね北欧の神です。オーディンとトール、フレイヤ、そしてねウルもね狩猟の神ということで北欧出身なんですよ。ということで S 全部北欧神集めて、 A ゴマもフギムニ1枚入れてます。これ渡りグラス、あのオーディンのね渡りグラスフギムニということで入れているという感じでございます。なんでオーディンが実装されたと同時にフギムニも実装されたという感じで、ある意味ねなんかフギムニの方がこう名が渡ってるというか、なんかオーディンってあのあくまでね私の偏見なんですけど、どのゲームにおいてもオーディンって弱くねなんかねパズドラとかモンストのオーディンもそんなに強くなかった気がするって感じなんですけど、まあパズドラのオーディンはなんか一時期時代気づいてたけど、赤オーディンとかでなんか高速習慣みたいなねあったと思うんですけど、オセロニアのオーディンね使う人全くいないということで今回使っていきたいと思います。オーディンリーダーで、オーディンが活躍するかどうかはわからないんですが、まあオーディンをねどっかで使えたらいいな。やっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、私の名は負け戦の神とは呼ばせないということで、私が立ち上がりました。誰が負け戦の神じゃこの野郎といった感じでね、相手デネブリーダー速攻流、ひっくり返した枚数がけ、ひっくり返した後の自分のコマ数かける200、コンボスキルも200と、よえなんでこんな弱くなっちゃったの。とりあえず意識から入りましょう。まあ、弱くなっちゃったのっていうかね、うん、なんか出る時期が早かったよな。まだオーディンが出てなくて、そう、先にね、最近、あの、トールが出たということで、で、このトールが出た後に、例えば来年のね、超ゴマ御三家の一角としてオーディンが現れたらね、とんでもない性能になってたんじゃないか。これね、時期が悪かったと思うんですよね、本当に。ということで、まあ、これちょっと上に言いましょう。両毛のコンボスキル受けたくない。で、上に逃げて、F4 に打たれるコマがそんなに強くなければなんとかなるんじゃないか。今回シールドも入ってたっけ？あんまり覚えてない。まあまあまあ、頑張りましょう。HP 高いんでね、HP で戦っていこう。で、このウルは結構強いよ。よしよし、コンボ2倍でしょ普通。似て先2倍か。まあまあ強いけど、なんとかならんこともないよ。いらっしゃいませ。オッケー来た。これ、どうしよう。負け戦の神。負け戦の神いくか。うん。7枚。オッケー。200×7、1400。よし。ぐんぐりる。いい火力。よしよし、いいぞ。いいぞ。え？春の方が出てるって。うるせえ。そんな、あの、苦情聞かないから。オッケー。で、ここは、どうしよう。こいつのコンボはライフバカ。オッケー。ウル打とう。ウル打てるだろ、これ。はい。オッケー。レッツゴー、ウル。実は、投下していたウル。でも最近ね、北欧の流れ来てると、もうトールが出て、ウルも投下解放されたということなんで、新しい。オッケー。オーラ引いてない。いいぞ。いい。S5 来るか。あ、ジェイか。結構強い。まあ、でも、まだなんとかなる。これ、ジェイン抑えましょう。オッケーオッケー、いい、全然。え、勝てる。ワンチャン勝てる。おー、ヒルリスビーニーだー。ちょっと出す暇ないよね。とりあえずここは、ライフバコミでまだ飛ばせないから、一旦トール打ちますか。大丈夫。ミョルにいる。さあ、あと、ここ耐えるだけよ。いけるよ。オーディンリーダーで勝ってしまうの？マジっすか。勝っていいんですか？オーラ行くな。オッケー。フェイリアだな。フェイリア来なければいける。でもフェイリア持ってたら先に打つはずだから、うしゃぎ来た。オーディンリーダーで勝った。オーディン活躍した。やっぱ1400の削り、これがあってこそでしょ。正直なくても勝てたけど、まあいいや、対戦ありがとうございました。イエイ。ウル強くね。あれ、なんかウル強いな。ウルが強く、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ラニリーダー、ラニか。今をときめく、今をきらめく最高のリーダーじゃないですか。許さない。私はこの性能で S5 までリーダーなんだぞ。リーダーじゃないと発動しないんだぞ。
ランには許しません。はい、よし、アスガルドの神がラニリーダーをぶっ潰す、ぶっ壊す、ぶっ飛ばす、ぶちのめーす、ぶっこ、ダメだ、これじゃさあ、エンデが打ちました。エンデがまあまあ良きなんですけど、まあちょっと適当にこの辺切りますか。これでもね、600はダメージ与えてくれるでしょ。削り入れます。で、次のターンスプラですね。とりあえず最速のスプラはなかなか強いんですよ。で、相手そうだな、ジェンバーとか来たらやだけど、 OK、 守護者、まあ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 、こっちはね HP 高いんである程度受けられるけど、おっ来た、サモンヒルリス、 OKOK、 いやこれはもう見せつけるしかないだろう。フレイヤーの底力頼む。フレイヤー君にか、あ、でもトリプルオーラ、いやー、ちょっと待てや、ちょ待てや、それちょ待てよ、どうしよっかな。いやー、ちょっと渋いけど C かな。よいしょ、そいつのコンボですがあまり受けたくないよね。トリプルオーラだからね、コンボさせたら終わるまである。で、ここからめっちゃ手ごま事故ってくれたらいいんだけど、事故らないよね。ワノゴマ、おっ、その罠は、あ、でもミサットよね多分。ちょ引き抜くか、あ、シビリか、これ2枚返ししときたいしな。どうしよっかな。いや、ミサトだとしたら逆にシベリ打てないですね。罠回収しましょうか。罠回収しよう。ほい、まあミサトよな。けどまあ、うん、大丈夫大丈夫。この火力見て。そうそう、これ私が言いたいこと分かりますか。逆にこの低すぎる火力のおかげで相手はダメージ後を取れてないんですよ。低すぎる火力がゆえにね。さあどうする。こうなると相手2枚返しがあのないので、召喚がね、かなり有効に入るはずなんですよ。ただまあ、こっちも1枚返ししかしてないんで、片方は腐ってしまいますね。はい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 、痛いですね、痛い痛い痛い、バカ痛い、バカ痛いけど勝ち筋まだあるよ、まだ勝ち筋あるよ。はいはいはい、で召喚が OK、 ヒルリスミーニー、あー、はいはい、いいよいいよ、これだ OK、 ダブコンエンデガ、ダブコンエンデガ、よしよしよし、ダブコン、オーディンとのダブコン、行ってこい、ガグラーズ、うわーうわー、いつも以上に頑張れ、 OK、 強い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 、行ってこい、オッケー、いい火力、いい火力、ただ、あ、でもよしよし、相手エンデが切ってるから、あ、でもね、それでも2点かかる、それでも2点かかってしまう。あ無理だ、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 勝てるわけがないよ、まだ勝てるわけがないよ、お疲れ様でした。はい、対戦よろしくお願いします。吸収対面。これ、ゴリ寄せるかな、オーディの火力で。まあでも、対面としてはこっちの HP が、あの、思いっきり削れるわけでもないので、後半にならないと。なんとか、うわ、なんで、思いっきり削れるわけじゃないって言ってんのにさ、思いっきり削ってくるさ、なんでな、なんでな、まあ、特殊ダメージ多分ないと思うんでね、進化サタン入れてたら悲しいんですけど、まあ一旦こっち切りますか。ハロメは取っときたいですね、ダメージソースとしてね、意外と優秀なんでね、後半の。さあ、チオリーダーに勝てるかどうか。こんな小娘に負けてる場合じゃない、オッケー、これシャローム出るよ、優秀。このルキアはめちゃくちゃ美味しいですね。オッケーオッケーオッケー、ウルも引いてる。あとこれ、ウルを、3ターン分しっかり入れたいところでもあるな。一旦これで火力出します。オッケーオッケーオッケー。この序盤のシャローもね、罠回収にもなってくれて、めちゃくちゃ強いですね。ただ、ささやきデッキで打ってるわけでもないので、倍率っていうのが出しにくい。おお、なんだその罠。シャロームに回収、シャロームで回収できない罠の可能性あるな。一種系。ミサトかね、ミサトだと思いたいですね。一種系打つかどうかなんだけど、一旦ちょっとハロメ打ちますか。ミサトで、あれ。あ、違った。いや、リリティかい。いやだってシャローム張ってる時にね、リリティエなんてなかなか打たないと思うんすけどね、ちょっと読み外したが、まあ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 しゃあない。言うて次意識打っても全然強いし、大丈夫大丈夫大丈夫、この程度でしくじったとかそんなの全然思ってませんから。あー、クイナね、はいはいはい、そのクイナ強えな。何で14859って、それもう一旦あるんでしょ、やばくんね。でこれは締めるか、まずはちょっとね、軽く出さないとやってられないんで、意識打つよりかは滑って火力を出す。そして相手のキャラも増えてるんで、シベリウスのね、火力かなり高いと。で、このオーディンどうやって使っていこうか。B1 に来るか、それとも E4 に来るか。E4 に来る場合は D2 オーディンとかもありだな。くー、強いな、それは。いや、強い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 強すぎ、ワルト。ちょっとそれは強い。いやー、全然ダメージ与えられてないな。これ、どうしよっかな。うん。意識打ちますか。意識で回復入れながら、火力出していく。オッケーオッケーオッケー。相手 S ゴマ1枚切ったでしょ。で、一番右のコマ。あれだな、動いてないな。あれ、サタン説あるな。サタンだとしたらやべえな。進化の。お、氷結？これ、避けたらめちゃくちゃ美味しくない？てか、避ける可能性高いよ、これ。通る。あ、なんで避けねえんだよ。おい、そこは避けろよ。これ、オーディン打ちましょう。今ね、3枚返しなんですよ。つまり、オーディンの火力が高い。おーえん、いいね、オーディン。2000。2000も火力出したよ。オーディン強くね？錯覚？錯覚してるかもしれないけど。いや、錯覚ではない。オーディン強い。
強いよ。2000も特殊ダメージ出してくれたんだから、これを弱いというやつが果たしているでしょうか。いや、いません。絶対ない。いるわけがない。で、この氷結めちゃくちゃ美味しいですね。セラム、はいはいはい、全然いい全然いい。で、ここはちょっと変置きウル打ちたいですね。変置きウルで火力出していきたい。 OK、 こっちにしましょう。で、相手このオーディン取るには E1 か C1 しかないであれば、オーディンのコンボスキルがもう一度狙えるかもしれない。ただオーディンの役目は正直ないかもね。トールがあるんでね。トールある、そしてファナリアある、エンデがある。 OK、 こんだけ揃ってたらこれにしてきて OK。 宮妻弱い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 弱き弱し、それは弱し、それは弱者の一撃。弱者って言い方よくないな。でもとりあえずここはトールで火力出したいですね。 A2 トール安牌に見えるけど、オーディンのあれつなぎたいし、どうしようかな。いや、でもオーディンちょっと取られるのも嫌だな。なんかオーディンの活躍見せたいし、どうしようでも A2 トール安牌くせえな。いや違うな、 B4 だな。 B4 打ってこれで C5 に打たして、オーディンのスキルコンボを、いや、コンボスキルを2回使う。 OK、 いい火力、強い、いいぞいいぞ。あとロックが1枚あるか。でもこれゲルノート出るし、オッケーオッケーオッケー。いや、え、勝ったんじゃない、勝ったさては勝った。今枚数何枚だ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10枚で12枚に、え、2400、え、オーディで2400出す、嘘で、これで1961の4261で、こいつキャラゴマが、あ、飛ぶ6761出る。よし、いけ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 、行ってこい行ってこい。よっしゃ、オーディンで勝った、オーディンで勝ったぞ。オッケー、ガグンラーズ、よっしゃ、勝ったグングニル最高、これぞ戦の神です。ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。オーディンリーダー使いましたが、オーディン大活躍でしたね。特に3戦目、あそこにオーディンを置いて、でコンボスキルも発動して、さらにもう1回コンボスキル発動して、オーディンだけでもね6000以上ダメージ稼いだと思います。いやー、素晴らしい。やっぱりね、オーディンの強いところっていうのは発動条件なんですね。リーダーじゃないと発動できないけど、それ以外の条件がないんですよ。盤面に神駒が何枚いないといけないとか、 HP が下がってないといけないとか、そういうね、わだかまりというか発動条件がないっていうのがね強みかなと思います。なんでこのオーディンね、ぜひ使ってみてください。正直言ってね、弱いです、うん、そこはもう間違いないこんだけ褒めといて落とすんかいって話なんですけど、まあ弱いんですけど、楽しいですよ、オーディンリーダー、うん、なんかいつも使わないし、しかもでもあれだな、オーディンってこの姿のオーディン持ってる人は多分いないと思いますね。いつだっけな、なんか2周年の時にリニューアルが入ったんですよ。なぜか見た目が変わってしまう、そして声優も変わったんじゃないかな。確かオーディンが、あ、この人でしょ、この声優さんなんですけど、ちょっと見ていいですか。ね、オーディンね、声優変わってるんですよ。声優も変わってる、確か。よいしょ、あ、いや声優変わってないか、これか、声優は変わってないのかな。あ、ごめんなさい、声優は変わってませんでした、申し訳ございません。声優は変わってないんですけど、もう見た目がね全然違うといった感じで、まあ趣のあるというか、そのある意味ネタキャラ満、ネタ感満載のねキャラクターなんですけど、面白いのでね、ぜひ使ってみてください。そしてやはりね、 S5 魔人、こいつは強いですね。フレイヤにトールに、そしてこのウルといった感じで、ウルもね最近10日解放されたんですけど、使ってみたら意外と強かったので面白いなと思いました。今後ね、オセロニア北欧神のそういう展開が見られるかもしれませんね。ロキとかいずれ出るかもしれませんね。魔属性とかで出たら面白そうですね。ということで、オセロニア運営さん、ロキの実装をよろしくお願いしますということで、今回アスガルト全面戦争勝ちました、対戦ありがとうございましたといった感じなんですけど、この動画面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。